はい、皆さんこんにちは。専門学校横浜ミュージックスクール広報部バイです。前回動画始めましたが、そもそも練習できないよっていうお声もありましたので、今日はYouTube をたくさん活用して、家でできる練習方法を、3つ解説したいと思います。早速行ってみましょう。早速、1つ目です。今日は高校何年生レベルというか全員に向けてできるように、お話ししていきたいと思うんですけど、まず1つ目は、基礎についてなんですけど、あんまり最初から基礎やりすぎないようにするっていうのも、僕個人としてはおすすめです。というのも、基礎ってすごくいいんですけれど、練習がどうしても地味な練習になっちゃうので、そればっかりずっとやってると、どうやって本番で使うのかわかんないまま練習してもあんまり効果がないので、だったらどんどん自分が楽しいと思える方法をやっていって、つまずいた時に基礎に戻ってくると、よりその練習の意味がわかるから、身につくんじゃないかなって思ってます。はい、では次は、二つ目のポイント行きましょう。僕のおすすめというか、授業でも体験入学の時とかでも必ず言ってるんですけれど、チェンジアップっていう練習方法ですね。メトロノーム使ってる一番最初の練習だと思ってもらっていいんですが、ドラムセットがなくても太ももでもできる練習なので、ぜひメトロノームを聞きながら、やってみるといいと思います。実際例えば16音叩いてて3連符に変わる、最初の3発はずれててもいいやなんてことはありえないと思うので、とにかくさっと切り替えられるように練習するといいです。で、一つポイントなんですけれど、練習のための練習ではないので、例えば遊びながらやってるならいいんですけど、足組みながら真面目に練習してますって言っても、実際のドラムこんなことやらないですよね。なので、僕のおすすめは、なるべく本番を想定して練習してください。16分音符合わせて叩いてるんですけど、テレビずっと見ててあんまり集中してないとかだと、手は動くんですけれど、感覚の練習にはならないので、リズム感はそんなに伸びないんじゃないかなって、僕は思います。